はい、おはようございます。トミーです。ワンデイワンエクササイズのお時間です。はい、今日もですね、全身を使う運動をやっていきましょう。何回かやったことあるとは思うんですけど、床に足を腰を下ろします。はい。で、足を前後に開きます。はい。で、そこから手をついて、で、膝が前に出てる方の同じ手ですね。同じ手を天井の方へ。で、戻す。天井の方に戻す、天井の方、はい、OK っていう形で体全体を動かす、ひねるっていう形で動いていきます。はい、反対もやってみましょう。で、鏡なので反対になってると思うんですけど、自分の方の左足を出して、自分の左でいいですね。で、反対の手をつく。で、前に出している方の手を上に開く、戻す、開く、戻す、開く。はい。で、この時も背中がしっかり動くようにですね。ここ、この背中がしっかりぐっと縮む。まあ、縮むというか背中も動いてるなっていうぐらいの感覚でやっていきましょう。はい、じゃあですね、3回ずつ一緒にやってみましょう。はい、はい、はい。はい、じゃあ手と足をついて、はい、いきます。せーの、2、3、OK。 はい、じゃあ反対、あ、背中はでもそんな意識しなくていいですね。グッとかじゃなくて自然に全体が背中が動くみたいな感じまでいかなくて大丈夫です。はい、いきます。せーの、1、2、3、OK。 はい、OK。 はい、じゃあ体全身を使った運動になります。これは全ての多くの関節を使うので、体を大きく動かしてない人とかにはすごくいいものになっていきます。はい、じゃあ今日もいい天気、暑くなりそうですね。はい、で、背中はまあ結果的に動いているぐらいで大丈夫です。はい、ではチャンネル登録お願いします。バイバイ。いい天気。